おはようございます。2011年6月28日ニューヨーク証券取引所より NYFPTV のニトリがお伝えします。日本銀行の白川正明総裁は27日オランダで講演し、東日本大震災の影響についてサプライチェーンの回復に向けた動きは着実に進んでいると述べました。白川総裁は続けて、生産の落ち込みは急激かつ大幅だったが、供給制約が和らぐにつれて経済は元の緩やかな成長軌道に復帰しつつあると語り、電力不足についても中期的な原子力政策の規制感では電力不足への懸念はあるが、冷房需要の増加から需要が年間のピークを迎える夏場について言えば、火力発電への切り替えや企業の自家発電導入、企業家計のさまざまな節電対策の実施等により震災直後に比べると状況は改善に向かっていると指摘しました。日本政府は2300億円をTEPCO東京電子力発電所への援助及び放射線の監視に追加予算として投入することを検討しています。生産水準は本年第3四半期のいずれかの時点で震災前の水準に復帰すると予想されています。以上、ニューヨーク証券取引所林東部がお伝えしました。